ジャニーズジュニアグループのハイハイジェッツと東京 B 少年が、今日8日に、放送されるテレビ朝日系音楽番組、ミュージックステーションに初出演。サマーステーションと、最新曲、みなみなサマーの2曲を披露するにあたり、メンバー全員がコメントを寄せた。ハイハイジェッツ、上、と東京 B 少年それぞれのコメント全文は、以下の通り。ハイハイジェッツ、橋本涼、今回、僕たちハイハイジェッツが、Mステに出られるということで、こんなに嬉しいことはないです。しっかり頑張りたいと思うのでファンのみんなに見てほしいと思います。井上瑞稀、ハイハイジェッツ、そして井上瑞稀という名を日本全国に広げるチャンスだと思うので、僕たちの笑顔で皆さんに元気を与えたいと思います。応援サポーターとして、サマーステイ。読んでの夏を過去一番の盛り上がりにしたいと思います。猪狩蒼弥、夏のサマーステーションを応援するとともに、少しでも多くの人に僕たちのことを知ってもらえるよう精一杯パフォーマンスします。高橋優斗、Mステに出演することが決まって嬉しいです。僕たちのことをまだ知らない人はたくさんいると思いますが、皆さんにこのグループ良いなと思ってもらえるようなパフォーマンスをしたいな。と思います。佐久間流と、今回ミュージックステーションに出させていただくということで、とても楽しみですが、少し緊張もあります。みなみなサマーという楽曲は、夏にぴったりの爽やかでおしゃれな曲になっています。メンバー一人一人の見せ場がそれぞれあり、僕もローラースケートを使った技を詰め込んでいます。ぜひこの曲を覚えていただけたら嬉しいです。東京 B 少年、那須雄と、今回、に出演する機会をいただき、大変嬉しく思っております。破壊的なフレッシュさで M ステを盛り上げて、キラキラに光っていきたいと思います。佐藤龍が、みなみなサマーの曲中に掛け声があるので僕たちと一緒に盛り上がってもらいたいです。この曲で、この夏を思いっきり熱く盛り上げたいです。さらに成長した僕たちが見せられるように、全力で頑張ります。浮所飛貴。みなみなサマーは夏らしいメロディーと覚えやすい歌詞なので、ぜひみなみな皆様に一緒に歌っていただきたいです。岩崎大将、みなみなサマーはとてもキャッチーな曲調で、イントロに僕たちのグループ名のコールがあったり、夏を感じさせるセリフがあるので、みなみな様が楽しめる楽曲になっています。この曲を聴いて僕たちと一緒に盛り上がってください。藤井直樹、今回歌う、みなみなサマーという曲は夏らしい曲になっていて、サビはみんなで一緒に踊れるような振り付けになっているので、ぜひ一緒に踊っていただけると嬉しいです。金指一世、みなみなサマーはすごく爽やかで夏らしい曲なので、今年の夏にぴったりだと思います。サビはファンの皆さんもできる簡単な振り付けとなっているので、ぜひ一緒に踊ってもらい夏を盛り上げていければと思います。今夜の放送では他にも、山崎育三郎と生田絵梨花が、出演中のミュージカル、モーツァルト、のワンシーンを再現。スーパーフライが、結婚後同番組初出演し、新曲、フォール、をテレビ初披露。三代目 JSOULBROTHERS は、約2年半ぶりのバラード曲、恋と愛、をテレビ初披露。
ハーン・ウィズ・ア・ミッションは、木梨憲武の主演映画、犬屋敷の主題歌、Take Me Under を歌う。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。